巨人も阪神も延長戦を戦って共に引き分けです。同率首位は変わりません。1対1タイガースとベイスターズ星を分けました。いやそれにしてもタイガースはわずか3安打、工藤さん、はい、完全に今日抑えられてしまいましたね。非常に攻撃の方の内容は悪いですね、はい、確かにボールを見るということはいいんでしょうけれども、はい、ただその中から自分たちの打てるポイントでボールを待つとかですね、振り切るというものの結果がやっぱりいい風に出てないですよね、はい、さあそれではハイライトこの試合を振り返りましょう。